嫌いな人に好きになってもらう方法。今日はラジオンちゃんのもとに質問が来てるぞ。山田、あなたが好きだから太郎さん、僕のことを嫌いな僕の片思いの女性がいます。嫌いから好きにさせる方法を教えてください。無理です。嫌いなんだよね、相手はね。マイナスってことなんだ。嫌いを好きにするっていうのは意外と大変だったりする。ザイオンス効果ってあって、これは心理学で言うと非常に重要なことで、単純接触効果、人と仲良くするためにはどうしたらいいですかっていうものの一つの答えとしてあるんだけど、人間は何回も何回も会えば会うほどその人を好きになっていくという、会う回数が多ければ会うほどその人に対して好意度が上がってて好きになっていくという、どん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 相手のことが気になってくるようになる。実際そうだよね。1回会うよりは3回会った方が、3回会うよりは5回会った方が、5回よりも10回あった方が、20回30回会ってるとかなり親しくなってると。そもそも嫌いだったら何回も会うことすらできないわけだから。ということで、何回も会うと親しくなりますよというのがこのザイオンス効果なんだけども、ザイオンス効果には実は前提がある。ネットとかでザイオンス効果って調べると今みたいなことが書いてあるんだけど、この実は大前提の部分が書かれてないサイトが多い。その大前提とは何か、その人に嫌われてない前提でって話なんだよね。大嫌いっていう風に思われてたら、2回目会っても拒絶反応が入っちゃうので、この人嫌いっていう先入観があるから嫌だっていう風に思われてしまうというザイオンス効果の闇の部分っていうのはね。だから嫌われていないという前提であれば、何回も会うことによって相手の親密を高めることができる。だから嫌いな人を好きにする方法っていうのはザイオンス効果では無理ってことになってくる。なんで嫌われてるかということをフィードバックしよう。フィードバックっていうのは、出てる結果に対してなぜそうなってるかの理由を考えて、それに対する対処法を講じ、それに対して自分の行動や言葉を変化させて、もう一回チャレンジしていくという方法でござる。フィードバックっていうことを考えた場合、嫌われてるということを分かってるのは、なぜ嫌われてるかというところを明らかにしていくってことだね。そうするとそこを直していけばいいわけだ。あるいはそこを真逆の方向にしていけばいいんだ。すごい暗い感じがするから嫌いっていうことであれば、明るくなるように髪型やファッションを変えるとか、雰囲気を変えるとか、言葉を変えるとかみたいな感じで、なぜそうなってるかっていう原因が分かると対処法っていうのも見えてくるので、そうなってくると少し印象っていうものが変わるかもしれない。心理学で言うと、第一印象を変えることはそう簡単ではないっていうのが心理学法則にあるんだね。これが特にまあ初対面の人と会った場合の印象を変えるのはほぼほぼ難しいっていう、そういう心理法則もあったりして、だから人間っていうのはそういう先入観というか、最初に会った時の印象でかなり支配されてしまう。なので嫌いな人を好きにするっていうのはそう簡単ではないけども、希望であることを言うと、こう意外性、女性は意外性が好き、これは言えると思うのね。サプライズとか、人間が成長するためには2つの方法がある。それは長所進展と短所克服である。さっき言った相手に嫌われている部分を直すっていうのは短所克服的な部分なので、短所克服をしたところで彼女はあなたのことを好きにはならない。なぜかというと、長所があるから好きになるのであって、嫌いなところがゼロの平凡な人間を好きになるかっていうと普通好きにならない。 RPG で言うと、体力と魔法力と攻撃力が全部平均的なキャラクターっていうのは一番使えないだろう。それだったら体力がなくても魔法力が強いやつがいいし、魔法力別にゼロでも攻撃力が強ければいいわけだから。だから長所が秀でてる人が好かれる人になるね。とはいえ男女関係においては、ものすごく嫌いな部分があると、さっき言ったように門前払い、相手にもしてくれないので、短所を克服するっていう部分と、もう一つは長所を磨いていくという部分をしていかないといけないから、何かキラッと光る部分がないと好かれるということはないし、あと女性っていうのはサプライズとか意外性っていうのを求めるので、あなたが何かすごく親切なことをしてるとか、その彼女に対してしなくても別に他の人に対して何か親切なことをしてるとか、そういったことを見てるときに、あなたの評価っていうのがガラッと変わったりするということはあるので、もっとそういう自分自身のいいところをどんどん磨いていくということが結果としていい結果になるんじゃないかというふうに思うぞ。ということで、人間が成長するためには長所克服と短所進展の両方があって、長所進展を優先してやるべきだけども、あまり短所がひどいすぎるとどうにもならんので、長所進展と短所克服を組み合わせると最強の別人改造計画になるので、ぜひやってほしいなと思う。今のままでいると一生嫌われたままだ。自分変えますか、彼女に好かれますか、決めるのはあなた。